帝王は中国戦国時代の儀の第三大君主で王を称した初代である。姓は姫、氏は儀、意味は、孟子には寮の帝王として登場する。武功の着手として生まれる。派遣国家である儀の武功の死後、イボアニの孔子中間と王位を争って即位する。儀は大陸の中央に位置し、当時最大の勢力を誇っており、帝王は夏王。 天使を称し、弱体化した州王朝にとって変わる意思を示すほどで、あったが、周囲を強国に囲まれており、武功の晩年には、領土拡張には他国に攻め入るしかない状況にあり、絶えない戦果が、国政に重くのしかかりつつあった。即位に至るまでに、朝野政の介入を許したほか、旗、宋、官などとも争いが絶えず、国力を慎重させることは、おぼつかない状況であった。 そのような中で、皇族でもある最小、皇宿が、臨終の間際に、自分の客の皇村無長居を推挙し、私が亡くなった後に、触覚の皇村無長居を最小としてください。必ずや義を兄弟国にしてくれましょう。もし、これを取り入れてくださらない場合は、すぐにも皇村無長居を殺害してください。もし他国が登用してしまえば、義にとって大いな脅威となり、 取り返しがつきませんからと言いう疑問したが、慶応は、公宿が猛録してこんなことを言っているのであろうと思い、これを聞かずに、高村村街を登用も中殺もしなかった。義王の言葉に失望した、高村村街は旗に行き、高校に見出されて、最小となり、旗の国政を大改革してた叩く間に、強国とした。この功績により、高村村街は、 将の地に封じられて将王と呼ばれることになる。強国となった旗の度々の進行により、義は徐々に領土を削られてゆくことになる。紀元前341年、馬領の戦いにおいて義軍は多、多旗孫品の率いる西軍に敗れ、着手の上将軍の大使猿が捕らえられるという惨敗を期する。また、それを後期と捕らえた旗の将王が、 その翌年の紀元前340年にすかさず、西から侵攻し、昭王と侵攻があった総大将の孔子、を欺き、これを捕虜として対象したために、義はと安遊から東方の大張りに移さなければならないほどであった。これ以降、義は、領とも呼ばれるようになる。このように失意の中にいた慶王は溺愛した、大使猿の同母帝への孔子や家を精神に定めたという。同時に慶應は、 あの時に、私が公宿の言葉を聞いて、高村村外とやらを処刑すればこんなことに、ならなんだのに、と漏らして、昭和を殺さなかったことを大いに悔いたという。度重なる敗戦により、義は衰え、藩と共に生に服属することとなり、文庫以来守られてきた覇権を失う結果となった。慶王は、紀元前319年に、老衰のために82歳で逝去した。 抜子の大質具が即位した。慶応は、孟子との対話でも知られている。書物、孟子壁刀の正句も、慶応との対話であり、最初の二編は、両慶応編と呼ばれている。ある時、慶応は孟子を招いて、私は、洪水が起きた時はその地の民を移住させ、飢饉の時は食料を与えるなど心を尽くした政治を、している。これほどまでに徳を施しているのに、 どうして我が国の人口は増えず、他国の人口は減らないのかと尋ねた。孟子は、王は、戦争がお好きですので戦争で例えさせてくださいと、案に皮肉を込めた上で、戦場から百歩逃げた兵士を五十歩逃げた兵士が、笑ったらどう思うか。という、例え話をし、これが世に言われる、五十歩百歩の古事制句となった。慶応の時代の義は、反蝶、聖、 真の四カ国を敵に回したことで戦争が増え、相次ぐ動員によって民は疲弊していた。藩と蝶は慶王が即位する以前から構想状態にあったが、聖や旗とも敵対したのは慶王の野心が招いた失策とも言えた。孟子は慶王の好戦的性格を今しめ、それを改めない限りどんなに小手先の徳を施しても無駄であることを暗に悟したのだった。 ありがとうございます。